なんでないんじゃないんだ。いや、そここだわるところじゃないだろ。さあさあさあ、ゆっくり実況といえば、数年前はマリオカート、ヒカリナチャンネルといえばマリオカート、なのでマリオカートやっていきましょう。うちのチャンネルほぼマリオカートの動画なかった気がするんだけどな。新作のマリカーは、なんかきっとどこかがすごいらしいので楽しんでいきましょう。あ、事前情報なんも見ずに買っちゃったパターンのやつか。ではでは早速実況プレイ。マリオカートといえば、世界大戦。きっと発売日なので、やる気ある人で溢れ返ってることでしょう。でもレート初期状態だから、なんとも言えなさそう。さて、最初のお相手は？世界の誰とでもにしときましょう。まあ、ここはレースでしょう。キャラクターは、なんかめっちゃいる。スプラトゥーンのキャラとかクッパジュニア、キングテレサ、カロンが増えたみたいだな。でも、やっぱり使うキャラはなんといってもデイジーちゃん。おてんばお姉ちゃん感が可愛すぎます。謎のデイジーちゃん推しあるよな。今回のマリカーはバイクが有利なのかどうかわかりませんが、バイクで行きましょう。コースは、あんまわかんないからお任せにするよ。はい、ここみたいですね。ドーナツ平野ってとこらしいぜ。あらま、みんなランクが同じですね。始めたばっかの人が集まってるから当たり前だろ。3、2、1、うわー。どやー。1だー。いや、チートは良くない。さっきのが現実なんですけどね。あらま、先ほど1位だったので王冠をかぶってますね。やっぱり、うちのアバターには王冠が似合いますね。いや、どうせまぐれだろ。ふふ、今回はしっかり実力をみんなにお見せいたしましょう。まずは大事なスタートダッシュ。インターネットのラグがあるからちょっとタイミングがずれるの巻。3、2、1、うわー。あっと素晴らしいスタートを切ったデイジーちゃん。この先抜かれることはないとの予想。そしたら素晴らしく何もない動画になりそうだな。何もないって素晴らしいこと。平和って素晴らしい。ラブ&ピースです。隙間を通過したらラッキーボーナス。動画のためにあえて抜かれてくれたんですね。ありがとうございます。あら、そんなに抜かれなくても取れ高ありますよ、霊夢さん。あれですよ、マリカーってゲームは順位が落ちるほどアイテムが面白くなるんですよ。ほら、このいい感じの順位。赤コーラ来ましたね、わらわらわら。あれ？今勝手に体が引っ張られたぞ。リプレイ。ご覧の通り、右に転落しそうになったデイジーちゃんが、謎の力で落ちないで済んだ。これが今作の新しいシステム、ハンドルアシスト機能だぜ。なるほど、ちっちゃい子と一緒に勝負することになっても、えげつない差がつかないような配慮かもね。よかったな、これで強い人とバトルしてもギリ動画になるバトルできるかもしれないぜ。いや、ヒカリナさんは1位の人だから、そもそもこんな機能必要ないけどね。この順位、どう見たら1位に見えるんだか。いや、キノコどこから湧いてきたー。なんか、よくわからないけどコーラ使った後にキノコが使えました。神様になった気分です。単純に今作からアイテムボックスが2つに拡張されただけなんだけどな。ほんまや。ということは、ここで微妙なアイテムを引いてしまったとしても、なるほど敵の攻撃がよく当たるわけだ。純粋に攻撃力が上がったって捉えると良さそうだな。うん、新作はアイテムゲー要素が高くなって、操作が優しくなった。つまり、子供でも楽しめるゲームになったと捉えて良さそうだね。後ろ来てるぞ。優しさ。大事にしましょう。これだから自動運転じゃない世界は嫌なんですよ。さて、電圧のお時間です。私は平井心じゃないわー。あれ？ 1 位の霊夢さん、有効数字の桁数間違ってませんか？大丈夫、これは目の錯覚、つまり作詞だから問題ない。そして私は作詞、ここまでは計算済み、いや、シミュレーション通りの結末になりそうです。さっきのハテナボックス有能すぎんでしょ。なるほど、なんで二つ繋がってるハテナあるか疑問だったけど、あれを取ると一気に二つのアイテムを手に入れることができるんだな。これは、すごいゲームだ、スーパー逆転マウンテンだね。そしてマウンテンバイクに乗るデイジーちゃん、こっから一気に逆襲していくよ。お前じゃねえよ。いい感じのショートカットです。いや、ここで1位を取ったらこの動画はどっかの天才動画と勘違いされるからやめとけ。天才動画？のんのん、この動画は添加物動画ですよ。謎すぎる。なんでダブルバナナなんだよ。あ、でもバナナは防衛に使えたっけ？ダメでした。そろそろ頑張らないと、1位になれないかも。あくまで慣れなんだな。そう、やっぱりジャックアトラスと同じで1位になれることが大切ですからね。あ、お隣さん。後ろにいる一つずつとかモラルを疑います。いや、これそういうゲームだからな。あっと、いつの間にかすごい順位がビットソン。そして華麗にダブルアイテムをスルー。どうしてお前なんだ。
もっと、過激なやつ欲しかった。後ろからマグナム大佐ってんぞ。マグナム大佐は頑張れば振り切れる。キノコダメだ、マグナム大佐は早かった。またマグナム大佐ってんぞ。マグナム大佐どんだけいるんだよ。あ、もう、ダメだ。新作のマリカー、振り幅大きすぎるよ。単純に霊夢が下手なだけだと思うけどな。ぐぬぬぬぬ、次こそはもっと上手くなってやるんだからね。その前に新ギミック覚えるところからだな。